ちゃん、無事に合格できたんだ。ああ、結果が届いた瞬間に力尽きて倒れた。あれだけ頑張っていたのだもの、当選の結果ね。そんなこと言って、ユキノもヒッキーから報告聞くまでそわそわしてたじゃん。それは…小町ちゃんってなんかもうみんなの妹って感じ。おい待て、ふざけんな。小町は俺だけの妹だ。大体みんなの妹にしちゃったら奪い合いの争いが起きるだろう。俺が独占して大事に囲っとくから、お前らどっかよその妹探せ。でも小町には今後も優しくしてあげてね。どうしてこんな兄のいる高校を選んでしまったのかしら、小町さんは。こんにちは。あ、いろはちゃん、やっほろー。こんにちは、一色さん。なんかようか。はい、なのでちょっと先輩お借りしますね。え、何？俺だけ？だって先輩と一緒に選びたいじゃないですか。話噛み合ってないんだけど。何を？さあ行きましょう先輩。ほら荷物持って。おいちょっ。ではでは失礼しました。なんかさ、あの光景も見慣れてきたよね。ええ、そうね。選びたいって何？この指輪のことだった。はい、今日限定のセールなんですよ。はぁ、そう。これとこれだったらどっちが似合うと思います？間違い探しかなんか。どっちも一緒に見えるんだって。それも大差ないんだよな。もういっそ気に入ったの全部買って全部はめとけば。強そうだよ。強そうじゃなくて可愛く塗られたいです。あ、こっちも可愛い。じゃあ先輩、これとこれだったらどっちがいいと思いますか？好みでも直感でも何でもいいんで。ああ、全くこういうのは分からんけど、まあ、こっちの方が良さそうな気はする。そうだな、意識色派っぽいからだな。そうですか、じゃあこれにします。ちょっと買ってきますね。冗談でも指輪をねだられたりしなかったなぁと。お前のことだし、こういう時小町もお約束みたいにねだってくるし、絶対来ると身構えてたんだけどな。うん。お、え、どうしたの？はあ、悪いのは私か。
そういう風に振る舞ってたんだし。おねだりしなかったのはですね、先輩。それ目的だって思われたくなかったからですよ。ただ指輪が欲しかったんじゃないんです。先輩に選んでもらった指輪が欲しかったんです。それに自腹切るくらい先輩チョイスの指輪を欲しがってる私ってグッときませんか？あと先輩ってプレゼントをねだりするような女の子とか好きじゃなさそうですし。そこまでぶっちゃけるか。先輩が言わせてるようなもんですよ。先輩って疑り深いじゃないですか。ああ、そうだな。私は小町ちゃんじゃありませんから、ここまで言わないと伝わらなそうで。そうか。はい。まあ、その、なんだ、喫茶店でも寄ってから帰るか。はい。それ私のセリフなんですけど、先輩より先についてようと思ってたのに何人の努力踏みにじってくれちゃってるんですか。一回忘れ物取りに家帰ったらどうですか。ええー、15分そこらの努力のためにそんなに怒られちゃう。しかも俺悪くないよ。10代の女の子の15分は価値が高いんです。同年代の男の子とか20代30代の女の人とは比べ物にならないから。それ絶対平塚先生の前で言っちゃダメだぞ。深い傷を負うことになるからな。お前も平塚先生。はあ、まあもういいです。それじゃあ行きましょうか、水族館デート。それを言ったら終わりですよ。先輩先輩、サクラマスですって。お、サクラマス。へえ、桜色の婚姻色ってちょっと素敵ですね。字面は綺麗そうだけど、実際は結構えぐい色してんだけどな。あと桜マスって2つの顔があるって言われててな。え、そうなんですか。ああ、同じ魚なのに
海で暮らすやつと一生淡水で暮らすやつがいるんだと。へえ。あ、だから先輩、サクラマスについてやたら詳しいんですね。一生淡水暮らしって一生実家暮らしみたいですもんね。そこに共感しちゃったんですか？けど、二つの顔か。そこには私もちょっと共感ですね。うん。裏表あるもんな、意識。はい。でも女の子ってそういうものじゃないですか。そういうところが可愛いんですよ。そうかもな。するもんだろう。海藻の隙間、小さいお魚たくさんいますね。うん、魚はいいよな。一日中のんびり漂ってられて。決めた。俺やっぱ専業主婦になる。魚見てそんなこと決めないでください。っていうか、専業主婦も大変だと思うんですけど、そもそも先輩って料理とか洗濯とかできるんですか？知識だけはある。知識は使わないと意味がないと思うんですよね。そういうお前はどうなの？料理はともかく、掃除とか洗濯とか節約とか、あと節約とかできるの？私は人並みには家事できますし、あとなんで節約を2回言うんですか？私そんなに浪費家じゃないですけど。ま、なんだかんだでお前みたいなのがいい奥さんつうのになるのかもな。え、何ですか先輩、それ遠回しなプロポーズですか？やめてください。旦那が紐とかマジありえないんで、そういうのは働いてからにしてください。それが最低でも家事スキル身につけてからにしてください。ごめんなさい。おう。もう先輩はすぐ話を飛躍させちゃうんですから。ねえ先輩、先輩の本物は見つかりましたか？私はもう見つけましたよ。お前の本物。はい。先輩、髪の毛に雪ついてますよ。あ、雪って？取ってあげますから、ちょっとじっとしててください。先輩のそばにいると、私は私のままでいられる。
私の裏も表も嘘も本当も先輩はちゃんとそばで見ててくれました。そんな先輩のことが大好きです。俺はお前のことを妹の小町みたいなもんだと思ってた。はい。お前のことが可愛くて構ってやりたくて一緒にいたいって思う気持ちもお前に小町を重ねてるだけなんじゃないかって、ただの親愛なんじゃないかってずっと自分を疑ってた。もしそうだとしたら、その気持ちは偽物だから。けど、違った。今はもう、お前の中に小町が見えない。お前はお前でしかない。一色いろは、俺は、お前が好きだ。その遅くなってすまん。本当ですよ。どれだけ待ったと思ってるんですか。すまんだけど私そんなめんどくさい先輩が大好きです。どうも。あ、先輩、遅い。大学って暇なんじゃないんですか。いや、これでも語源ブッチしてきてるから。先輩だったらもっといけますよ。次は予言ブッチを目指しましょうね。懐かしいんじゃないですか。先輩、学校来るのって2年ぶりぐらいですよね。ああ。雪の下の姉みたいなレジェンドはともかく、俺みたいなのが顔出したってしょうがねえしな。っていうか、お前一人か。一般入試前日ですし、現役ちゃんたちはみんな職員室に借り出されてます。推薦組は気楽でいいな。はい。で、答辞なんですけど、こんなもんでいいですかね。何急に答辞。はい、添削してもらおうかなって。大事な相談があるとかなんとか言ってなかった。それがこれです。俺の語源返して。どうでした。いいと思うぞ。お涙頂戴の魂胆が丸見えだが、お前らしくて。そうですか、よかった。
れで本当の本当に終わりか。我ながらよくやったって感じなんですよね。2年連続で生徒会長やったのなんて総武高校史上でも私だけですよ。始まりはお前の生徒会長当選を阻止するっつう依頼だったのにな。そうそうそうなんですよね。うまい具合に先輩にそそのかされて。ああ、あれは我ながらよくやった。そうだからねえ先輩。ん？2年間勤め上げたご褒美ください。え、私を生徒会長にしたのは先輩なんですよ。頑張ったご褒美ぐらいくれてもいいと思いません？ここでか。いいじゃないですか、誰もいないんですし。わかった。そう、2年間ご苦労さん。空気おかしくなったし、もういい？ダメです。むしろ現生徒会長には感謝しなくちゃですよ。だってほら、先輩の緊張ほぐれましたし。だから今度こそご褒美のキスください。